that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion.こんにちは、サバリン町中です。今日表参道にいるんですが、実はですね、激アツなゲストが今日登場してくれます。マッキー、お願いします。お願いします。はい、お願いします。元サッカー日本代表、マキノ智章さんです。お願いします。はい、今日はね、実はマッキーこだわりが T シャツにすごいあるってことで、はい、T シャツをいろいろ前から探したいとか言ってたんだよね。結構ね、無地の T シャツ、はいはいはい、特に白はものすごくいろんなのを着たり見たりとか、触ったりしながら、はい、なかなかこう自分の好みというか、はい、あ、これいいなっていうのを見つけられずにここまで来てるので、うん、その中でちょっとね、面白いアイテムがある。究極の1枚探しましょう。究極の1枚があるということで、はいはい、ということでですね、はい、はい、今回スリードット表参道店来ました。はい、早速行ってみますか。行きましょう。お願いします。じゃあマッキー、ドドッと奥に。いや、いろんなアイテムありますね。今日 T シャツ選ぶっていうんで、一応いろいろアドバイスをキムちゃんからももらおうかな。はい、後半ちょっとあのキムちゃん組んだ T シャツに合わせたスライディングみたいのを見せたいなと思ってるんで。はい、お願いします。マッキー、スリードッツはもちろん着てるんだよね。めっちゃ着てます。僕ね、はい、あのいろんなのを着てる中で、まさにそのキムちゃんが教えてくれた、はい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 、T シャツの1枚ということで、着た時に、これやばいよ。そう、あの業界随一の、本当に T シャツも、本当に T シャツ大好きな人なんで、毎回毎回変わった T シャツ持って行って、持って、最後に、ね、持ってた T シャツが、スリードッツで、そう。で、それも気に入ってくれて、で、このお店に来るっていうのを実践しました。そう。着心地やばいよね。やばい。ね、でも多分僕が知らない、まだ素材があるってことですね。全然。全然いっぱいあるんで、今日は着倒してください。探しましょう。はい、探しましょう。マッキー的な大検証しましょう。おっしゃ、やりましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、マッキーいっぱい T シャツ、めちゃくちゃありますね。並んでますよ。なんかその白は白でも、いろんな白あるじゃないですか。ああ、微妙に色がちょっとね、微妙にね。でしかも生地の厚さもそうだし、はい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 、それを1枚で着るとか、そう、首の空き具合から全部違う。わかる、ね、厚いとかね。そう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 、高さもね、このね、大事ですよ ね、うん、だからその自分の中でちょっとこだわりがあって、生地が厚すぎず、でもその体のラインが綺麗に見えて、汗かいた時でもドベッと濡れないやつだとか、濡れで大きすぎずとか、だから体のラインが綺麗に見える方がいい。はいはいはい、まあ、あとね、季節的なのもあるしね。まあまあ、そうですよね、寒くなってくるから。そうそう、確かに。そうですね、じゃあ一番最初、一番トップオブトップから行ってみる。トップオブトップ、一番高いってこと。うん、高いってこと。あ、高いってこと。これ、これですか。これはもう肌触りとか、もう極上。ちょっと完璧、触ってみて。あ、これはね、柔らか。見た感じっすよ。自分の体のラインが綺麗に出る。これなんていう商品ですか。パウダリーコットン。あ、パウダリーコットンですね。パウダリーコットン。綿とポリエステルを混ざってる。はいはいはい、ただ先ほど牧野さんがおっしゃった、そちらの吸水速乾がある素材ですね。はいはい、ああ、なるほど。着ていただくと、本当その、はい、先ほど汗かいた時でも別に使わないっていうのが形します。それでもいいっすよね。うん、全然ね。でもやっぱ白 T でも全然違うわけですね。だって今着てるのもこれ3ドット T シャツ。そうそう、これパック T です。このパック T 止まんないっすやばいっす、これマジで。僕やっぱ元アスリートなんで、アスリート向けだと思うんです。かっこよくね、憧れなんですよ。重ね着と なんかプリント T シャツももちろんいいんですけども、究極のおしゃれってなんか白だとか無地でなんかかっこよく着るのって一番いいじゃないですか。そういう意味ではすごくいいのかなと思いましたけど。なるほど。はい、これちょっと後でじゃあ後で着てみます。後で着てみよう、着てみよう。でもいろんな種類があるってことですね。うん、まだまだあるんで、はい、じゃあ次ちょっと次のやつが、次のやつもおすすめなんだよね。どれですか。これ。ほう。これもパックティーパックシャツです、はい、なんですけど、はい、これだもん。多分これもこれとは違う。あ、違う。で、厚みがちょっと厚くて。はい、少しこの袖の幅がもちろん大きい。あーってことはこう、そう、くるっと振りやすい。なるほどね、全然タイプ違う、ね、これはこれで好きよ。実は一番初めにましたパック T シャツありまして、はい、このクルーネックと、はい、こちらの、あ、これもパック T なんだ。これモックネック2枚あえて、モックと、あー、そうなんですか。素材は一緒で。なるほどね、はい、確かにおしゃれだな。うわ、これめっちゃいい。やっぱ全然違うんですね。これ値段で言うと、これとこれが1万8000円になります、はいはい、こちらが2枚セットで1万5000円。2枚セットで1万5000円。あ、ちょっと紹介してくれる。そうなんだ。これでも普通の洗濯機で回せますもんね。そうですね、そうです、まあ、素材が結構特殊加工してますんで、本当はちょっとこういったデリケートラインしまった方が長持ちできるんですけど、先ほどの T シャツより
りも張り腰がありまして、はい、やや肉感がある形でして、しかもちょっとドレスっぽく綺麗に仕上がってます、はいはいはい、カジュアルからジャケットの稲までこう着てます、はい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 、T シャツ着て2種類あって、はい、1個はくったりしたのが好きな人と、うん、でもやっぱりちょっと場所で大事な人と会うみたいな時に着たい T シャツ、うん、綺麗がいいじゃないですか。そうですね、結構僕プライベートでジャケット着たりだとか、うん、ジャケットの下にこうやって綺麗に T シャツを着るっていう意味ではこれは一番最適ですよね。確かに全然種類違いますね。これは汗かいた時はどうですか？汗かいた時これもさらっとこうやっぱしますね、はい、あ早く着てほしいね。でもめちゃいいじゃないですか、うん、でも実際これ着てゴルフやってる方っていらっしゃるんですか？はい、します、はい、いやそうっすよね。これは1枚で着る時ってどういう時が多いですか？こちらはあの1枚で着ると結構モックなので上がりますので、はい、結構1枚で着てもおしゃれなんですけど、はい、やっぱりあえてジャケットとか着ていただくとよりしっくり感、あとはそのカーディガンでやりますとか、結構 V ゾーンがあってインナー着ていただくと結構ここの締まりができる、はいはい、なるほど。こっちよりもこっちの方がどっちかっていったら使い勝手がいいっていう。あ、そういえばクルーネックなんでいろいろとこっちはそうそうね、ニットのクルーネックであったり、これジャケット合わせても割とカジュアルになるけど、こっちちょっとハイネックなので、うん、まあまあそうですよね、ちょっとエレガントな感じですかね、うんうんうん、なるほど、ね、でこの3つ以外もあるんですか、なんか展開的に。あともう一つがあるんですか？まだ白 T であるまだまたちょっとまた違うんですか、うん、そう、これはまず素材がオーガニックコットン 100% を使用してまして、うんうんはい、これもねちらかというとこういう すっごいこれフライス生地って言いまして、これゴム編みで結構テンションね、はぁなるほどね。だからこの3つを見ていただくとちょっとやっぱり組織感がありますんでね、カジュアルさはあるんですけれども、はいはいはい、だからネックのリブ幅も程よくいい大きさですので、うんうんうん、こちらもあのジャケットの上でも大丈夫だし、カジュアルにも着ますような形も、なるほどね、はい、一番ちょっとあのアメリカンに入ります、うん、そうですね、はい、スリードッツって言うと長長面で有名じゃないですか、はい、これ全部長長面ですか？基本的にこちらがオーガニックなのでこちらの方は長長面、長長面ですね、やっぱ希少なやつ使ってますね、中でもこれ一番多分 ね、あとはパウダリックコットンって言うんですけど、はい、スビンコットンっていうコットンでもすごく高いラインを使ってて、はい、あとそれと DCH コットンっていうちょっとコットンのいいものをこう、はい、ミックスして、あとはポリエステルをコンボしてるっていう、はぁ最後に表面感にちょっと疑問感をやってるので、ちょっとこのタッチ感が生まれる。いやこれって洗濯とかっていうのはもうどうなんですか？結構縮んだりとか？そこもしないですね、はい、そうなんですか、着ていただいて全く問題ない。結構そこって白 T 信者からすると綺麗に着てる、はい、でも何回か着た時にサイズ感が変わるとかっていう悩みあるじゃないですか、はい、せっかくいいやつなのに家の洗濯機でこうやったら変わっちゃったみたいな、はい、は大丈夫ってことですね、はい、ああそうなんだ。じゃあ T シャツは選んだっていうことなんで、上合わせるやつを選べてますか？まず T シャツ着てみよっか。あ、そうか、うん、T シャツ選んで、そうね、マッキー的に3ドットナンバーワイを選ぶのかなと思ったんで、じゃあ早速ちょっと一回、うん、着てみましょうか。 OK、 お願いします。よいしょ、さあどうでしょう。おお何何何、すっごい柔らかい、めちゃくちゃ綺麗。見て見て自分で。またあのあ僕が最初着てた感じとは違いますよね。ね、全然違う、うん、全然違う。一枚でさっと着れる、うん。さっきのまあこれ L サイズなんだよね一応ね。ちょっと袖付けもちょっと長め、細くて長めですね。ちょっと長めで、ただでもめちゃくちゃ綺麗に着れますよ。うん。うん、やっぱ夏一枚とかデニムに対してとか、うん、軽い格好で一枚こうやって着るだけでもめちゃくちゃ格好着れる。いやなんか見てこの胸筋からの胸筋下のこのラインがすごい綺麗に。はいはいはい、やっぱでもね高級感とかがあるよね、はい、やっぱね見た感じちょっと光沢感も絶妙にあるし、うん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 、でこうドレープ光が当たった時のこうドレープの出方とかがやっぱ ね柔らかくてこう撮影映えする位置で着る人によって、うん、丈の長さとか、うんうん、この袖の長さがもうちょっと短い方がいい、長い方がいいとかってあるじゃないですか、うん、だからその人のそれぞれに応じて T シャツを選べばいいってことじゃないですか。そうだね、これはでもすごいいいね、はいはい、うん、マッキー一回ちょっとこうしようか、うん、こうしようカメラでちょっと見せて、じゃあ次行きますか。よっしゃ、はい、しゃ、さあ着替えました。おお、これはねいつもなんか自分が着てる感じの、これパックティーのやつだよね。そうです、やっぱ同じパックティーだからちょっとさっきのやつにねサイズ感というか、そうですよね、あのこうバランスが近い感じだよね、はい、でさっきとは違うのは体に対してスペースがあるので、うん、さっきはちょっとこうタイトめだったんですけど、はいはい、こうちょっとオールだとか、うん、ちょっと遊びができたりだとかありますね。ね、どうですか見た感じ。まあこれもそうなんだけど、うん、こうアウトで、そうだね、一枚着が結構ね、うん、いろんなでも使えそうですよね。そうね、うん、カジュアルな感じもするしね、さっきはさっきでものすごく高級感あるし、うん、一枚で綺麗に着れる良さも、うん、
もある、これはこれで違う綺麗さっていうのもあるし、うんうん、より白は白でもこっちの方が綺麗になんか白が出てるんじゃないですか。そうね、うん、よし、ありがとうございます。次行ってみよう。さあ着替えました。また違ったね、また違った感じです、ね、また、あ、うん、なんか T シャツらしい、柔らかい T シャツらしい、なんかちょっと T シャツなんだけども生地がまた違うじゃないですか、うんうん、ニットっていうか、なんだっていうんですか、ニット素材ザラッとしてるというか、ね、うん、一番昔ながらに地区の T シャツに近い感じ、はいはいはい、あれフライスですよね。うん、はい、組織もすごいしっかりと、ね、はいはいはい、本当アメリカンベーシックそうですね、感じだよね、綺麗な感じ、この感じだったらオールとかじゃないですよね、オールとかじゃないね、うん、なんかね、もう一個サイズちっちゃくてもいいのかな、うん、ああ逆にね、うん、また白 T は白 T で生地もそうだけども着方で全然変わるじゃないですか。まあなんか普通のデニム、うん、色落ちしたデニムとかに一番合いそうな感じ、これはね、これでも究極一個選べないです。選んでください。だってそれぞれに良さがあるし、それぞれの季節感とか、これだってだって、ね、合わせ方とかでも全然違うんです。でも今回のミッションは一つ選んだ。だからなるほどね、うん。買うとしたらっていうことですよね。うん、そうそう、どれを買うか。うわー、そうなんだ、はい。だってこれだって絶対着るし。まあ着るよね。そうなの。はい、全然違うっすもん。そう、これが。いわゆるパックティー、さっきのね、はい、2番目に来て、パックティー、自圧のやつ、これが、スビン、パウダリーコットン、はい、スビンコットン使った一番高いやつ、はい、で、はい、3つか、一番自分のライフスタイルの中で、はい、一番使いそうなやつ、ね、うん、って考えた時に、ね、今日買うんなら、どれかってい、はい、いやそうですよね、うん、でもこれ言っちゃっていいですか。言っちゃっていいです。自分の本当にライフスタイルに合うやつだったら絶対これです、うん、これですね、はい、じゃあ一番着る機会が多いですよ ね、うん、これパックティーの、はい、クルーネックのやつですね、はい、今持ってるやつとちょっと違うやつ、ちょっと違うやつ、違うやつ、はい、軸やつです。マッキー選んだのは、はい、パックティーの、はい、クルーネックになります、はい、なりました。じゃあこの後、はい、キムちゃんにちょっとコーデ考えてもらおうかなと思うんで、まあ、スリーとしても、まあ、うん、一番自分がもう好き で、うん、なおかつマッキーに着てほしいものがセットアップだったり、はい、ニードでありますか、ありますね、はい、それをちょっと3種類ぐらい着てほしいです、うん、お願いします。はい、はいはい、じゃあマッキーが今日、うん、ナンバーワンに選んだパクティー、はい、選びました、はい、いや、クルネック選ばせてもらいました、はいはい、これに対してでもですね、うん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 、でそのマッキーにおすすめの、はい、ちょっとこれからのシーズンなんで、うん、セットアップの中でもサラリーってやつよりも若干ちょっとコーデュロイとかで、あーコーデュロイいいっすね、うん、まだあったかいからかっこいいな、うん、これ言ってほしいですね、これをさらっと T1 で、うんうん、もうそのまま食事から、うん、はい、何度も行けちゃう。いやいや、かっこいいかっこいい、まあ、これでね、解説もできるしね。いや、行けますよ。OK、じゃあ着替えますか。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、めっちゃ似合ってるね、似合ってる。いや、似合ってるしね、うん、最近の傾向で、うん、まずこのセットアップに T シャツを着る場合に、うんうん、ちょっと大人っぽくするには、はい、ちゃんと T シャツをインしましょう。ああ、うん、ポイントですね、うん、はい、でね、あとこのセットアップは2つポイントがあって、はい、3ドットが得意な、はい、実はこれコーデュロイなんだけど、はい、ジャージーなんですよ、うん、そうね、だからめちゃくちゃストレッチ感がある。すごい動きやすい、ね、し着やすい、うん、でもかっこよく着れて、うん、やっぱ何ですか、動きやすくてストレスなんてめっちゃいいじゃないですか、うんうん、すっごい気持ちがいいね、うん、こうそうドロコなんだよね実はね、はいはい、そう、あともう一個はスタイリスト的にはベルトって、はい、このスタイリングを分断するから、うんうん、僕はそんなにベルトしないんですよ、うん、ああ、はいはい、なんだけど、はい、これってベルトそもそもベルトループがついてない、うん、と思ったけど中に紐があるんで、そうですね、ここの中に締めて紐があります、うん、でベルトレスで着ましょうって、うん、はい、続いては、うん、じゃマッキーねこれ見てこんな柔らかいワッフル、これいいね、うん、これね、はい、多分めちゃくちゃ大人っぽいと思う、うん、意外と黒が好きだし、うん、黒が好きなのに思うんだけど、はい、これとか多分めちゃくちゃ似合うと思います、うん、だからこれもぜひ今日トライしてほしい。このワッフルはどうなんですか、最近やっぱ流行ってます？ワッフルはまあまあもう定番だね、定番、うん、でもこんなに柔らかいというか、うん、こういうワッフルはあんまりないよね、うん、あ、これはでもどっちかって言ったら可愛く着るのもそうだけど、移動とかでも俺めちゃくちゃいいかも。そうね、移動多いもんね、多いから、うん、もうさらっと羽織るだけ、羽織るだけです、オッケー、了解です、はい、お願いします、見てみましょう。じゃあ今回2番目です、はい、さあどうでしょう、うん、これもいいね、いいね、これもいいね、なんかさどういう時に行きたい、まあ犬の散歩かな、うん、でもやっぱりこのワッフルはあんまり持ってないですよ、うんうん、すっ
ごい綺麗に切れる、うん、大人っぽいっす、うん、これでもなかなかない生地だもんね。なかなかない ね、 ね、 こういうニット風のやつね、あったかいっすよ、ね、これってどうなんですか、もうオープンにするか、うん、これをどういう感じがベストですか。うん、今みたいにダブルジップなんで、はい、このバランスでこうやってもらってもいいし、はいはいはい、まあ、ちょっと前を少しこう開けるとか、はい、あとは最近の主流でいうと2つあって、うんうん、1個はこれをちょっと低くやって、うん、気持ちちょっと背中を抜いちゃう、ほうほうほう、気持ちこんな感じはなんか大人っぽいかなと。これがまあ大体流行りの、これ以外はあるんですか。いや、あとはね、逆にこの辺を上はきっちり見えるんだけど、うんうん、この辺は遊ばせる、いろんなやり方があるんですね、うん、確かに、なんか着てる感じも全く違いますよね、うん、見せ方もね、うん、そう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 、ワッフルでね、いいじゃないですか、はい、うん、さあ、じゃあ、はい、もう一個ね、うん、気になるやつがあるんだよ、はいはいはい、軽くネイティブ感があって、はいはいはい、でもショールカラーで大人っぽくて、はいはい、こんな感じのやつもね、多分こういう黒いパンツとかに合わせたら、はい、かっこいいんじゃないかな、まあ、これはもうでも白 T に合わせる感じで、あ、もう全然ぴったりじゃないですか、うん、でもキムちゃんっぽいね、これね、確かにキムちゃんっぽいですね、キムちゃんっぽい、これ選ぶのは、なんかマッキーがプライベートで選ぶ感じではない気がするけど、確かに自分ではあんまり選んでこなかった、うん、ないね、アイテムですね、でもね、人の意見って重要だからね、大事、じゃあこれも実際にちょっとあと着てみますか、着てみましょうか、おかわいい、うん、どうすか、なんか普段、うん、マッキーって柄物を着てるイメージって、うん、ほぼないんですよ、ね、あんまないですよね、これなんていうやつですか、名前はノルディック、ノルディック、ノルディック、これいいな、やっぱ自分が選ばないやつをスタイリングしてもらって、うん、あ、こんな一面も見れるんだなって思うじゃないですか、うん、意外に似合うんだなっていう発見あるからすごくいい、あとめっちゃあったかい、うん、白 T にこれでも全然あったかい、これって基本的には前は締めない、まあどっちでもいいじゃん、どっちでもいいんだけど、うん、マッキーの体だったら締めないほうがいいね、これすんごいね、意外にこうやっぱりシンプルだけどかっこよく見せられるし、かっこいいね、うん、個人的には新たな発見としたらこれかも、俺も、うんうんうん、なるほどね、うん、で特にこれから寒くなるじゃないですか、うんうん、で T シャツが下になってきた時でも、うん、よりその下に着てる T シャツをおしゃれにかっこよく着るっていうのが一番大事です、ね、ちょっとここが見えるとか、はいはい、ちょっとここが見えるとか、大事だ、うん、T シャツ好きっぽいこだわり方だね、そうね、それぐらいちょっと追求してるので、ね、うん、そういう意味ではすごくね、あの、うん、よかったかなと思います、あ、なるほど、はい、いい T シャツ見つかったんで、はい、じゃあマッキー今日お買い上げは、はい、やりますか、じゃあ例のあれでいいですか、うん、いいです、いいです、もちろんもちろん購入やつするやつは決まってます、はい、はい、ということで、はい、はい、わかりました、ありがとうございます、お会計します、お会計お願いします、お願いします、本日はお越しいただきましたありがとうございます、来ていただきましてありがとうございます、いいの見つけました、いえ、ほんとたくさん来てください、またお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、買いました、さあ、はい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 、買ってきましたよ、結局何買ったのかな、今日は結局ね、うん、やっぱりパックティ、あ、もうこれが一番合ってた、パクティね、うん、自分の体にも合ってたし、うんうん、なんかしっくりきてました、何よりも2つセットじゃないですか、そうですね、ね、はい、あのゴルフにも使えるし、ゴルフに使える、うん、もう普通の時も使えるし、はい、一番いいんじゃないですか、コスパもね、コスパも良かった、良かった、うん、ちょっとこれ時間なかったから T シャツだけだったけども、うん、違う企画でまたぜひぜひお願いします、ぜひ白パン企画とか、はい、やりましょう、ね、いろんな企画がありそうなんで、うん、またぜひちょっとさわりチャンネル手伝っていただく、うん、やりましょうよ、ぜひ、はい、アスリートスポーツ界ちょっとおしゃれにしていきましょう、またお願いします、今回スペシャルゲスト牧野智明さんでした、また次の動画お願いします、お願いします、はい、今回の動画いかがだったでしょうか、このチャンネルは雑誌さわりが運営しています、サバリの発売は毎月25日などでぜひチェックしてください、お得な定期購読もあるので概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックお願いいたします、あと動画の高評価ボタン登録もお願いいたします、それではまた次の動画でお会いしましょう。